ボンショー。今日もセーヌの源流を初めて訪ねた日のお話を続けることにいたします。声の方へ目をやれば、そこには一人の老人がいました。えんじ色の毛糸のカーディガンに深緑色のパンタロン、手には杖を持ってゆっくりと歩いてきていました。何の荷物も持っていなければ、足元はサンダルのような気軽な履物のようですから、遠来の旅人には見えません。薄くなっている白髪が森の上からようやく差してきた日の光にふわふわと輝いています。十分いいかな、そう言ってご老人は私が座っているベンチを指しました。Bien sûr、もちろんと私。ご老人は注意深く杖を使いながらベンチに腰掛けました。私と並んで二人でお日様を浴びながら座っている格好です。見知らぬ土地の、しかも森の奥、人っ子一人通らないはずの場所で人間に遭遇すれば、瞬時に本能的に計算が働くものです。その人は危ないものではないか、つい今しがたまでぼんやりとしていた頭で無意識にそんな計算が働いたのかどうかわかりませんが、私はそのご老人の横にいて全く警戒心が湧きませんでした。かなりの年配で落ち着いた様子だったからというのがありますが、何よりもこの方はその場に至極自然に溶け込んでいて、違和感というものが全くなかったのです。ご老人は時に楽しげな抑揚をつけながらゆっくりと私に語りかけます。何でもセーヌが流れてゆく方の先に一軒だけ家があって、彼はそこに暮らしているのだそうです。バスから森までの一本道にあった農家、通り過ぎる時に犬に盛大に吠えられたあの家ではありません。どうやらこの源流域に一軒家があるようなのです。そしてこの方、御年98歳。近くの村で生まれて、ここに暮らすようになってから50年。つまり、セーヌの源流の番人のような方で、朝の散歩は彼の日課なのでした。10時くらいから人が増えるよ。今日はいい天気だから結構な人出かもしれないな、とご老人は言います。人出？と私は一瞬キョトンとしました。けれどもよくよく考えてみれば、ここはナポレオン三世が洞窟を作るくらいの由緒のあるセーヌの源流、しかもパリが飛び地として管理しているほどの土地ですから、ここを訪ねようと思う人は少なくないはずなのです。私のこれまでの人っ子一人いないとか、見知らぬ森の奥深くという印象は、とんでもなく早い時間に、しかも徒歩でやってきたというかなり特殊な個人的経験によるもので、普通は車で苦もなく快適に訪ねることができる場所なのです。日本のテレビの取材もいくつか来たよ、と
ご老人。しかも、つい最近では、ムッシュ・サワダが来たというではありませんか。うちの水場のところでね、即興で作った歌を歌ったんだよ、と。歌を歌うムッシュ・サワダといえば、それもしかして、ジュリー？私は思わず目を見開いてしまいました。こんなところでジュリーとは全く荒唐無稽のようにも思えますが、同時に私自身はもちろんのこと、日本人は好奇心が旺盛ですから、セーヌの源流を尋ねるテレビ番組があってもおかしくないし、それにジュリーがいるというのもなくはない話だと思えてきます。それが証拠に、老人は腕にはまっている時計に TBS というロゴが入っているのを私に見せてくれました。日本の人はね、セーヌの源流の水を少し口に含むと大抵こう言うんだよ。甘いですね。甘いはずはないんだけれども、どういうわけかそう言って、美味しそうな顔をする。と、老人は愉快そうな笑みを浮かべるのでした。水を甘いと表現する気持ちが、同じ日本人である私には、なんとなくわかる気がしました。ムッシュ・サワダもその水を飲まれたどうかはわかりませんが、生まれたばかりのセーヌの水のほとりでどんな歌を歌ったのか聞いてみたい気がします。うちはね、この先の細道を通り抜けたところにあるんだよ。よかったら後で来てみるといい。家内が喜ぶに違いないから。そう言い残して、老人はその細道があると思われる方へとゆっくりと歩いていきました。